はい、どうも、藤です。今日もまた、フックトゥでお話を読んでいきましょう。やりすぎ？で、僕が今回したいのは、こちら。スネークバイト。興味惹かれるぜ。さあ、読んでいきましょう、スネークバイト。エマ、私、まずいことになってるわ。ジェームズ、どうして？ヘビタちゃん逃げ出して、あら！なんだって？どこで？あれかな？動物園か何かなのかな？研究室、あ、研究室なのね。君は今どこだ？ファイルキャビネットの上。え？バット持って。あ。ん？何色のやつ？どういうこと？え？ヘビは何色かって。ネオングリーンよ。なぜ？今すぐそこ出ろ。あ、やばいやつ？ああ、なるほど。研究室でヘビが逃げ出しておっかないから、机上とかに登ってバット持って怯えてんのね。滑稽だね。無理！怖くて！ネオングリーンのヘビはやばいのか？エマ、よく聞け。今まで君に言ってなかったけど？うん。ヘビのことだ。何の話？いや、ヘビの話だって。どうやって逃げ出した感じだ？ I don't know。わからない。ここに来た時、ケージがもう開いてて。うん。ジェームズ、どうすればいいの？そこら中ヘビだらけよ。え、そうなの？マジか。そんなにいっぱいいたの？とにかく落ち着け。Easy。逃げ道を探すんだ。その後で説明するから。約束する。逃げ道なんてないわ。そんなに？囲まれちゃってる。深呼吸して。エマ、いいか？周りを見るんだ。排気口だわ。こっからなら排気口にはいけるかも。お、いける？穴掘ね、机の上を歩いててね。それだ！はって抜けられるかしら。抜けられるよ。ああ、鍵がかかってる。ああ、し。待て、ウェイト。まだファイルキャビネットの上か？ええ。一番上のキャッシュ届く？ええ。開けて。鍵の束があるはずだ。オッケー、ナイスナイス、ナイスジェームズ。中だ。鍵の束があるだろ？あったわ！小さい緑のやつで、排気口の鍵が開くはずだ。オッケー。開いたわ！オッケーオッケー。どうしてここにあるってしてたの？そんなことどうでもいい。今はとにかく脱出するんだ。ん？なんかジェームズ怪しいな。ヘビに背中を向けるのが怖いわ。飛び跳ねてるわ！うわ、飛び跳ねるのか。まるで熱い鉄板の上にいるみたいに。いや、それ打ち込んでないで早く逃げて。いいか。とにかくバットで奴ら追い払え。お、大丈夫？刺激したら危なくない？そんなことできない。怪我させたくないわ。おお、ヘビに愛情があるのね。エマ、気でも狂ったか？本当だよ。奴ら猛毒のヘビなんだぞ。噛まれたら終わりだ。マジだぞ。なんか変よ。ヘビがこんな行動するなんて見たことない。その飛び跳ねてるやつ？その変なの？とにかく排気口に入れ。その後で説明するから。一体何なの？なんであなた今日研究室に来てないのよ。排気口の鍵は開いたのか？お、ジェームズなんか隠してる。わかったって。後ろ向きで開けてるんだから、器用だね。開いたわ。中に潜り込んだところ。うん、オッケー。ここなら大丈夫そう。おう。じゃあ一応危険は回避したね。そのまままっすぐ進め。保全室に行けるはずだ。保全室って何？わかったわ。今向かってる。じゃあ説明してよ。そうだよ。この蛇のことについてね。何かが絶対おかしいわ。こんな蛇見たことない。まさかジェームズが何か改良した？2年もこの蛇たちを見てきたけど、こんなの初めて。エマ、そいつらは君が知ってる蛇じゃないんだ。2年前の蛇とは別の生き物で、あの時は今とは違って。一体何の話？一体何の話をしてんの？研究室は痛み止めの薬を開発するために蛇の毒を集めてた。それは知ってるわ。あの辺りに長くいるんだから。まあ聞いて。その頃は、もっと扱いやすい蛇を作ろうとして、僕ら遺伝子を操作してた。おう、神をも恐れぬ行為。蛇を扱う人たちの危険を減らす目的へね。うまくいってたってことね。一日中蛇を扱ってたけど、一度も攻撃されたり、噛まれたりしなかった。時々尻尾を私の腕に巻きつけたりもしてたわ。私に抱きついてるみたいに。ああ、知ってるよ。君が奴らとどう付き合ってるか見たから。それで君に惚れたんだからね。急な告白。この子たちは誰にも危害を加えたりなんか絶対しそうもなかった。ああ、でも君に言ってなかったことがある。何？プロジェクトは変更になったんだ。え？去年から
僕はダリアと一緒に遺伝子操作をしてきた。ダリアって誰？そして一つの遺伝子を変えると他の遺伝子も変わることが分かった。はあ、扱いやすい蛇は頭も良かったのね。うん、そう、あの子たちは迷路を抜けられるし、パズルも解ける。頭いいね。それに人間の気持ちも分かるわ。ほうほう。だが他の変化も来た。まあ、進化していくとね、どんどん問題起きていくよ。扱いやすい蛇たちは毒も良かった。おお、そうなんだ。だからダリアに投資してた連中はそれを歓迎しなかった。それで我々は実験を方向転換しなきゃならなかった。つまりそれは一体どういうふうに？我々はもっと毒の強い蛇を作り始めたんだ。ああ、そうなんだ。より効き目の強い薬を作るためにね。蛍光色の緑の鱗ができる遺伝子を入れて、その蛇たちを区別できるようにした。そうしてそいつらを鍵のかかる部屋で飼育した。ダリアと僕だけがその部屋の鍵を持っている。一体いつから？6ヶ月前。私に話もせずに？エマちゃん怒ってる。ダリアには契約書にサインさせられた。信じられない。完全にいつもジェームズね。いや、いつも通りなんかよ。こそこそして秘密主義で。タバコは良くないと思ったけど、こんなこと？あなたをどうやって信じられるの？エマ、聞いて。他にも話してなかったことがあるんだ。え、まだあんの？待って、私の後ろで何か音がする。まだ排気口の中か。張って積んでるけど大変なのよ。これ蛇だろ。それに後ろで何か音がする。何か見えるか？あんまり見えないけど何かが光ってるみたい。弱い緑色の光。やばいじゃん、絶対蛇じゃんこれ。なんてこと。蛇だと思うわ。私の方に向かってきてる。いや、撃ってる暇があったら進めよ。エマ、逃げろ。僕は君を失うわけにはいかない。こんな形で逃げようとしてるけど、私の肘傷だらけだわ。こうなんかすっごく狭くて。君がそこを脱出できなかったら僕は一生自分許せない。いや、自分の都合かよ。ジェームズ、あなたのせいじゃないわ。エマも優しいな。蛇がシューって言ったわ。幼稚園児か。そんなことするの聞いたことないわ。あれでも蛇って言わない？シューって。いいかエマ、そいつらは君が知ってる蛇じゃない。排気口の出口が見えるわ。お、オッケー、頑張れ。エマ頑張れ。間に合うかどうかわからない。諦めるな。君はもっと強いぞ。君のことはわかってる。君ならできる。わかったか？松岡さんちの修造くん。エマ？もしもし？エマ？てか電話すれば？出たわ。ナイスエマ！保全室の中よ。でも、廊下に戻る前に、全部話して。うん。わかった。つまり、毒を変えたら、他のものも変わった。もう早く！蛇たちは、頭がいいままだったが、同時に、凶暴になったんだ。うわぁ、頭がいい動物が凶暴になるって一番怖くない？道具を使わない人間の力なんてさ、もう動物からすれば、蛇でもないじゃん。その蛇が、逃げ出した蛇なのね。そうだ。君がそこを脱出しなければ、奴らは君を見つける。奴らは刑事の鍵を開けたんだ。頭いいとかのレベルじゃねえな。ドアの鍵も開けられるってことだ。保全室も安全じゃない。奴らは君を追ってくる。副作用に気づいたとき、なぜ実験を中止しなかったの？うん、そうだよ。ダリアは製薬会社との契約にこぎつけるとこだったんだ。まあ金か。結局金に目が食らうなんか。収益は巨額だ。でもヘビはかわいそうだわ。あなた、私がさっき見たもの見てないから。体をくねらせて暴れて痛みに身もだえてるみたいに。何を言ったらいいかわからないよエマ。真実というのはどう？なぜ私に嘘ついたの？嘘ついたわけじゃない。ただ何も話さなかっただけだ。でも今君に真実を話してる。そして君ができるだけ早くそこを脱出しないと、悪いことが起きる。必ず。わかった。今廊下に出たわ。大丈夫？ヘビいる？安全に外に出たら教えてくれ。そしたらダリアに電話する。ダメよ！そんなことさせられない！
ここを私が出たら、蛇たちは死ぬわ。誰かが来て、皆殺しにするでしょ。まあでもどうしようもないよ。人間のエゴだな。君がとどまれば、君が死ぬんだぞ。真面目に言ってるんだ。解決方法はあるはずだ。多分これジェームズのセリフだね。自分のせいで血を見たくはない。で、これはエマかな。この蛇たちがこんな集中来るなんて理不尽よ。警察に電話する。ダメよ。待って、ウェイト。扉の外で物音がする。施設の外でっていう意味？誰かが入ってこようとしてる。え、誰？誰に電話したの？誰にもしてない。もしかしてダリアが来るとか？窓から見てみるわ。なんてこと？ダリアだわ。やっぱりね。そうなるよね。蛇たちは警報器を作動させたんだ。頭いいな、蛇。蛇たちが刑事課に逃げた時に通報がいたのかもしれない。じゃあなぜ彼女は銃を持ってる？銃を持ってるの？なんだって？入り口を叩いてるわ。何か叫んでる。なんて言ってるか聞こえないわ。え、何？何を叫んでるの？何にボヤボヤしてるんだ？彼女を中に入れるんだ。え、いや、まずいと思うんだけど、なんか、エマが危ないんじゃない？知ったからには生かしておけないみたいな理由で。何か変よ。待って。静かになった。あ、ダリアだ。エマ、中にいるのはあなたなの？エマちゃん、見えてるわよ。この扉を開けて。怖い、ダリア。開けなさい！じゃないと、大変なことになるわ。もうすでに大変です。